ヤホーこんにちは、サイコです。東京でボーカルコーチやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日はアイリちゃんたちですね、ラッキーガールシンドローム、という楽曲が上がっておりました。マグネリの楽曲の活動が終わって、この楽曲に活動が切り替わるみたいなニュースちょっと見たんですけど、合ってるよね、この曲だよね。はい、ちょっと楽しみにね、見ていきたいと思います。なんかもう出だしの画面からめちゃくちゃ気になるんですけど、結構曲短いのに2分25秒ということで、かなり短いんじゃないかな、最近の曲でもねっていう感じ。はい、スピード感があるのかな、もしかしたらね。ちょっと楽しみですけれども、お願いします。雨降ってもね、雨宿りね。うわ、ちょっと待ってよ、ビジュやばくねって話、マジで。やっぱりね、うちらのウォンヒ、さすがですよね。あれだけやっぱオーディション番組中も、もうビジュがやばいと、ちょっと可愛すぎるでしょって、もう誰もがさ、なんか気になる存在みたいな、押してなくてもなんか気になって目いっちゃうみたいなさ、なんかそれぐらいの魅力があったんですけれども、やっぱりこのアイリっていうグループでもね、そのビジュアルはもう存分に発揮されているっていう感じですけれどもね、もう出だしから最高に可愛い。ちょっとなんかさ、あの子供の歌みたいな感じの雰囲気感ない？ダンタランタラン、タラルタタタタ、僕ドラえもんじゃない？ちょっと、ちょっと待って。待って、ごめんなさい。あの、急に発見しちゃった、急に発見しちゃった。びっくり自分でも。ダンタランタラン、なんか聞いたことあるなと思ったんですけど、僕ドラえもんに繋がるとは思ってなくて、すいません、ちょっと今自分でびっくりしちゃいました。こっちの裏側の方に行くんですね。ダンダランダルっていうベースはここね、ベースはここで進んでいく感じですね。はい、でミンジュちゃんね。逆で進んでいくのね。最初はさ、下からダンダランダルなんですけど、今度ミンジュちゃんに関しては上からね、音程がこう下がっていく、このメロディーで歌っていくんですね。サンキーじゃ、このサンの音でしゃくりますね。シンドローム、ここのシンの音ですね。ここで音2つ、タッタッって音2つ取って、ドロームの方に続いていく。そうね、拾ったものは食べない方がいいね。それは間違いないと思う。拾ったものはちょっと食べる と、 ちょっと危ないけど、何が入ってるか分かんないからね。はい、でまあ拾ったおかげでなんかボールに当たらずに済んだっていう、そういう展開かな。はい、でメロディーがね、とても美しくなりますね、これ。こういう感じでちょっと細かな音取り出てきますね。これ皆さんも聞こえるかな。もうすごい軽やかで素敵。同じ感じ。色じこや、ここのちょっと可愛くするポイントありましたね、今ね。ここのジェルの音ですね。お尻の方少し上にキュッと、まあ外しに行くんですけど、音をね、外しに行くんですけど、ちょっと可愛く持ち上げて、モカちゃんのとってもキュートな歌声っていうところが聞こえてきます。すごいナチュラルだよな、やっぱり。なんかこう変に加工感みたいなのもなくて、すごい聞きやすい。なんかダンスの感じはなんだろうな、ちょっとなんかマグネリと似たような感じがあるのかな、ごめんなさい、全然あの今ふわっと見ただけなんで、的外れだったら申し訳ないですけど、なんかちょっと似たようなものを感じるんだけど。このラックの前でちょっとエッジ入れるこの感じもね、すごいいいですよね。なんていうのかな、この感じ、アンニュイな感じっていうか。でなんかこう映像もさ、少しこうぼやけてるっていうと言い過ぎかもしれないけど、あんまりこうパキッとした映像じゃないじゃないですか。この感じもね、またこのアイリちゃんたちの世界観っていうか、すごい独特なものがありますよね。ガーガーガーって行きそうなところを行かないのねっていうね、これね。
ガー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 って普通に落としていくんだ。ちょっとこのコードの感じの、これこの先こういくんだろうなみたいな予想をしっかり裏切ってくる感じで、あらーなるほどね。このあたりのやっぱ裏切りって大事ですからね。どんな風に私たちの想像を超えてくるかみたいなところがちょっとやっぱり楽しい部分ですから、見つけるとね、はあ、ちょっと感じてしまいましたが、一箇所ひっくり返してるとこがあったので、そこちょっと確認しようかなと思ってます。うん、ここですね。ラーギみたいな感じ。このラックの後ろですね。ここで若干裏に抜いてんじゃないかな。明瞭にクっていう発音もしてないはずなので、ラーギみたいな、なんかこんな感じ。うん、ここのメロディーもね、またちょっと変化があって面白いね。お上手ね、みんじゅちゃんね。ここの break first、 このブレイクのところで play play、 こんな感じで音2つでパーンって取るんですよね。あとは、その後ろの、best choice、 bestベースチャーっていう風に音2つ出ておりますね。このニュアンスめちゃくちゃ素敵。ここも無理のないとても軽やかな発音でめちゃめちゃ聞きやすいし、まあ、あとはちょこちょこエッジボイスが聞こえてきたのは最初のところかな。この、 最初のあたりで少しこうエッジにかかるようなニュアンスっていうのも聞こえてきますね。ここのオの音だったりとか、あとはここのソンテーグンって言ってるところの軍の音、ソンテーグンみたいな、こんな感じのニュアンスですね、はい、エッジボイスもちょっと入ってるよっていう感じでございます。後半はあんまりそのあたり聞こえなかったんじゃないかなっていう感じ、割とストレートに歌ってますね。めっちゃ可愛いんだけど、プップーって音もした今、車のクラクションみたいな、語尾が可愛い。ここめちゃくちゃいいんだけど、モカちゃん、マジュチュ、マの音で、しゃくったり、ヌーネに関しては結構まっすぐ、ちょっと子供っぽい感じに音取っていくんですよね。このあたりの可愛さ、切る時も超可愛いよね。うん、結構このさ、フレーズの前半はちょっと大人っぽいっていうか、音に動きがあるんで、それだけこうなんて言うんだろうな、こうテクニックを感じるんですけど、後半お尻の方ですごい可愛い音を出してくるので、このあたりのこのなんかギャップみたいなのをたったこの短いフレーズの中でしっかり感じることができるっていうね。もっかちゃんすごすぎっていう。モカちゃん声いいよね、めっちゃ可愛いんだよな。まあそれこそこうビジュアル的にもそうですけど、日本と韓国のこうハイブリッド感があってやばいみたいなね。ね、そのあたりもすごいこう人気ですよね、モカちゃんね、注目されてるんじゃないかな。ここのシンの音で2つで取る、すごい、でも声ナチュラルですごい聞きやすい、マジで。ちゃんが逸材すぎてね、ハイブよく見つけたよね、この子をね。なんかこういうちょっと儚いコンセプト系はさ、やっぱモンシちゃん激強だよな。なんだろう、このヌンの音でちょっと入りますね。しゃくりのニュアンスが聞こえるんじゃないかな。よくないよ、コックリさんは遊びでやるもんじゃないからね、本当に危ないからね、何かあったらね。イオルアニー、ここのイオル可愛いね。こういうなんかちょこちょこやっぱ可愛いがあるんだよね、アイリーちゃんたちの曲ね。Together めっちゃ気持ちいい、この Together がマジで気持ちいい。ちょっとたまんないよね、今ミンジュペン大歓喜じゃないって感じなんだけど、このさちょっと気だるげな最初のこれ何、これミンジュちゃんの Yellow みたいな、これ何みたいな、激痛をありがとうございますって感じで、あとみんなの笑い声みたいなのも入ってて、やっぱりそういうナチュラル感出してくんだよね、最高。
めっちゃいいね。ここの You are lucky、 このあの音でちょっとエッジが聞こえてくるかな。で、あとちょっと語尾ですね、少しやっぱひっくり返すようなニュアンスがあるんじゃないかな。ちょっとひっくり返す。ここでも今ラックの音2つともね、エッジボイス聞こえてきたんじゃないかな。出だしとお尻のラックですね。チャン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 で行くのに、コードはチャン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 って行きそうなコードを一回こう挟んでくるのがもう私としては結構面白いなっていうか、すごいなんか注目ポイントですね、ここね。髪長っ。でもやっぱこの感じなんだろうな、この少女の感じっていうかさね、結構ハイブの、まあ、アユネクとか見てたらさ、みんな同じ髪型だったじゃないですか、基本的に。あの髪色とかはもう基本黒、だし、みんな髪の毛長いしみたいな、もうあのオーディションの段階からこういうイメージ感っていうのはもう作り上げられてたんだろうね、きっとね。ちょっとなんか昔のゲーセン感ありますけどね、ちょっとレトロだ。数字ね、数字嫌いだから、みんなあの数字が入ってる服めちゃくちゃ嫌うでしょ、みんな。めっちゃ入ってるけど、でもどうなの、この衣装的には、そのみんな的にはどうなの、その7っていう数字が入ってますけどね。いやー、このやっぱいろはちゃんの前髪ってすごい独特な空気を放ちません？なんでだろうね、なんかすごい不思議な気分になるんだけど、なんかおしゃれでちょっと闇っぽくて、なんか病んでそうな感じもありながら、でもなんかちょっとトレンドっぽくてみたいな、なんかよくわかんないんだけどさ、どう表現したらいいかわかんないんだけど、なんかすごい独特なんだよね、このいろはちゃんがね。ダメだー、もう僕ドラえもんがさ、すごいもうやばい、タッタラタラ、それがどうした、僕ドラえもんなんだよな、私的に。これこのメロディーね、ごめんなさい。やば。絶句絶句しとるやん、これどういうこと、何何何、どういうゲーム、初めて見たんだけど。あ、いいねいいね、だからちょっとこういう不思議ちゃんな感じでしょ、わかる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 、だからさっき言ってた感じよ、ちょっとなんかつかめないようなね、あの不思議っ子感があるんですよね、この前髪で。それがすごいなんか強くイメージとして残る気がする。うわうわ、ラッキーグシンドロン、めちゃくちゃいい。じゃあ、ゆなちゃん。ちょっとここでゆなちゃんの激強の顔面で、なんかちょっと曲変わったぐらいに感じない？やっぱゆなちゃんってさ、まあ、こういう儚いコンセプトももちろんさ、全然消化してると思うんだけど、彼女の真骨頂って多分もうちょっと激強な感じなんだよね。これがさ、すごいなんか今見えちゃって、彼女が正面に来た瞬間に。この、うわぁ。タタラタラタ、ここもメロディーが面白い、本当に。ラッキーグリスンドロン、ここもなんかこのなんか薄い系の声たまんないね、マジでね、すっごいいい音。タナナタナサイ、ちょっとクールな感じ、これいろはちゃんが歌ってる。チュムヌゴロサイ、めっちゃ素敵。待ってごめんね、途中でごめんね、モカちゃんがモカちゃんすぎてちょっとめちゃくちゃ面白い。こんな感じですね、柔らかいし可愛いし、っていうのと、ちょっともう一個やっぱ面白いよ、モカちゃん本当に。That's my girl、 ちょっと That's の音で少しだけ潰してるような感じ、あんまり潰しすぎてはないですけど。このシンの音ですね、シンシンっていう、すごいこうピュンキュルンって感じでしゃくるのね、これめちゃくちゃ可愛い。やっぱね、事務所さん、あのモカちゃんのもう担当を決めてらっしゃるんじゃないかなって感じ、もう可愛い担当、日本のジャパニーズ可愛い担当っていう感じで、本当にすごいね、歌い方をモカちゃんめちゃくちゃキュートにされてるなっていう感じ、あの本人の歌い方っていうよりかは、こういう風に歌ってって多分言われたんじゃないかなっていうぐらい、そういうニュアンスが入ってんだよね。
あーし、パタパタしちゃうね。いやちょっとあっという間だけど、なんか濃かったな。すっごいなんか楽しく見ちゃった。さすが。曲もなんか、なんだろう、最初聞いた時ごめんなさい、本当になんかドラえもんとか言っちゃって、その、ま、ドラえもんとか言っちゃってっていうのはドラえもんにも悪いし、あの逆にそのハイブさんが意図してなかったら本当申し訳ないんですけれども、なんかちょっとさ、聞きなじみのあるメロディーとか、なんか可愛らしいメロディー、ちょっと子供っぽい感じのメロディーラインが入ってたりとかして、そう、歌い方もね、まあ、ちょっとモカちゃんの話しましたけど、ちょっと大人っぽいところと、すごく可愛くするところみたいなのを結構緩急でつけてきてたりとか、うん、そこに入ってくるこうミンジュちゃんのなんかちょっとゴリッとした感じがあったりとか、え、ゴリッとするのって感じじゃん。するんですよね。おー、ミンジュちゃん美味しいよね。いや、本当に皆さん美味しいポイントがたくさんあって、うん、いやー、なんか、プロデュースうまーっていう感じですよね。魅力が、なんかみんなの魅力がちゃんと今伝わってくる感じもあって、いやもうちょっとアイリちゃんたちのこのなんかいいムーブっていうかさ、流れみたいなのはちょっとこれからも続きそうですよね。素晴らしいね。うん、このラッキーガールシンドローム症候群ですよね。皆さんもね、このラッキーガール症候群かかってしまうんじゃないでしょうかという感じでございますけれどもね、ぜひあの公式のリンク飛んでいただきたいので、概要欄の方ですね、見ていただいて、そちらからぜひね、あのまだ見てない方とか年で見たい方はあの MV 見ていただけたらなというふうに思います。はい、じゃあ今日はねこんな感じで動画終わります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。